N 校ど、N 校どうなってんの？ N 校。入学式があったんだ。2000人入学してんの？ 2000人入学したんだ。はー。生徒3800人もいるの？何をしてるの？授業は。ちゃんと勉強させてあげてんの？勉強は。それだけが心配なんだけど。勉強はちゃんとさせてあげてんの？教育は行き届いてるの？入学式見てくれ。ちょっと入学式見てみよう。楽しそうじゃん。あ、これ生徒たちが見てるんだ。あんま悪口言いづれな。和光堂相手に。いや、ちょっとコメントもありで、あり、ちょっとコメントもありで活かして。みんなの反応が見たい。音出てるか。賢そう。頼む。一個言わせてくれ。俺別にね、N 校に通ってる子供たちに関しては俺何にも言うことないんだけど、親の会社継ぐために N 校行くのは間違ってるから、お父さんお母さん止めてやれよ。普通科行かせりゃいいじゃねえかよ、普通科。普通科行かせ、大学行かせりゃいいじゃねえかよ。まあなんか、あれだね。真面目な人たちだね。もっと金髪とかじゃないんだね。みんな、ちゃんとしてるんだな。ああ、そういうなんか、そうだよな。あ、上げてる奴らがみんなクリエイターぶってるからみんな勘違いするよな。そりゃそうだよな。やっぱダメなんだよな、そういう夢を与えちゃう。いや、だって15、6だったら判断できねえだろ、普通に考えて。お、こいつ俺の視聴者にしよう。確実にこいつは伸びる。いや、こいつは確実に俺にも唾つける。やっぱプログラミングとか音楽関係の人がなるんだ。え、こう行くなよ、だから。普通科だろ、普通科、バカだね。まあ、それは正論だよな。2000人いたら友達できるよな。え、俺さ、だからさ、あれなんだよ。もっとさ、汚い理由で、いや、マジで、ほんと YouTuber とかニコ動のバカどもが、楽して金稼いでるじゃないですか。俺勉強好きじゃないから、ほんと、バカしかいないから、ここちょっと隙間産業で入ってみました、みたいなさ、そういう、真、核。一番飛ぶところをつくようなさ、あ、そう言ってってるやつは、選ばれねえんだ。ということで、本日は、ええー、え、待って、校舎あんの？すげえじゃん。おめでとうございます。新入生の皆さんから、ええー、あ、あれか。なんとかフォー、ん？なんとか。あ、沖縄にあるんだ。わけですけれども、今年も、なんだこの美人にしか、もう目がいかねえよ。はい。もう、
個性豊かもそうですし、まあ良い、へえ、そういう意味ではすごく可能。ニコファール、まあ、あのコンテンツ、新しいのアニメだとかもうライト、学校法人角川ドワンゴ学園角川これなんかすごいドン、ドン感異常、ドン感異常じゃないすげえ、逆らえねえ。それから、実写映画だとか、いろんなコンテンツ、音楽も。逆らえねえよ。利根川感が出てるな。なんでこの利根川感。の方の、あの、才能の豊かな人なんです。ですから、どうかね、あの、もう割り込んでるのやらせんなよ、こんなこと。俺、なんかいいところ、子供たちが映ってるから、いいとこ探そう、いいとこ探そうとしてんのにさ、お前、こんな宗教みたいなことやらせんなよ。普通でいいじゃねえかよ。いろいろな。これ何やってんの、これ。それをね、ぜひ、挑戦してもらいたいと思ってます。あ、川上会長がやってんだ。あ、VR ね。そんなことやってる。すげえ、その VR のお金もったいねえ。マジでサーバー増やしてほしい。この、このさ、なんか、何、2000個配ってるってことでしょ。まあ別に理事長なんて教養、教養はあるだろうけど、その、経験なくてもできちゃうもんね、お金があれば。なんかオーラが出てる。すげえ。なんだこの、ジョジョ見てないです。こいつオーラやべえ。やっぱ、あれだな、都知事、府知事、ん？県知事クラスになると、まとってるね。それでは、続きまして、玉木様、お願いいたします。これ、いっぱって現れるんだ。なんかそ、まあいいか。地元を代表してご挨拶を申し上げます。なんか、普通にしてあげるのが俺一番だと思うんだけどな。こんなの俺違っ、俺の好みに合わねえな。自分だったら絶対ちょっとやめてくださいって言っちゃうな。お、なんかでも我に返って VR 外してるやつがいる。これかわいそうだよ。これかわいそうだよ、ちょっと。それでは外してあげないよ、ほら。出て、この好意的なコメントですよ。え、つけたままなのみたいな。外してあげないよ。へぇー。なんかこういうとこずれてんな。先生、てか生放送すんなよ、こんなところ。だってさ、なんか夢を持って入ってきたさ、中学、なんていうの、新入生たちはわかんねえだろ、こういうもんだなと思っちゃうよな。これ晒し上げだよ。それを、あれする俺も俺だけど。なんか、俺は、この、スカンは、この、本当に。で、世間体って大事じゃん。多分日本で住んでたら。な、ちゃんとした教育が行き届いてるのがすげえ心配だ。別に、その、勉強ができなくても、一芸に秀でてたら、飯は食っていけるっていうコンセプトが多分、裏でチラチラしてるんだろうけど、俺絶対そんなことないと思ってるからね。そんなのってさ、本当に幸運でスキル持ってるやつだけじゃん。勉強できなきゃさ、飯食っていけねえじゃん。会社、いいとこにも就職できねえしさ、いい大学にも入れねえし。ちゃんとさ、言ってあげてんのかな？いや、まず勉強しといた方がいいぞ、つって。15、16なんてさ、決めらんねえじゃん。俺、中学校の時から、あの、病院に勤めたいと思ってたけどさ、それ親の影響があってだから、普通さ、やりたいことなんて変わっちゃうじゃん。どうすんだろうね。私、僕は、N 校で、親の会社を継ぎたいと思います。それってかさ、二十歳ぐらいなんてさ、なんで俺、私そんなとこ行っちゃったんだろうみたいな、思わないのかな。一般教養ってすげえ大事だと思うな。大人になってから。何もできない、合わせの奴らも元気に生きてんだら大丈夫だろ。合わせの奴ら大半死んでるぞ。
あ、純ちゃん、今月の月収はね、7万円なんでかって言うとね、雨が降って料理出れないからって言ってたよ。マジで、別になんだ、7万あれいけんだろうって言って。あ、おばあちゃんのね、年金とね、ギリギリ、両親も死んでるから。両親が死んでるからね、そいつは。シンナーで。そうなってもいいのか。ゼロじゃねえぞ。でもプログラミングできれば大体働けるぞ。まあね、確かにそうだけどな。でもさ、そのプログラミングのさ、そのドワンゴで働いてる人からなんかいろいろちょろっとライトの話聞くんだけど、どうなの SE ってって。その、委託される側は本当に辛いんでしょ。する側は、まあある程度、比較的人間らしい暮らしはできるけど、奴隷に近いんじゃないの？結構。そういう時にさ、その道が閉ざされた時にさ、保険が何にもねえじゃん。SE と PG は違う。PG がごめん、わかんないわ。何 PG と SE って。ただそのドワンゴに勤めてる人はめっちゃ忙しい。あ、プログラマーなんだ。めっちゃ忙しいって言ってた。発注側はプログラミングできなくてもいいから重要なのは学歴。あ、そうなんだ。あ、設計者と製造者なんだ。へぇー。すごいわかりやすい例え。なんかその道をさ、その道特化するのは俺すげえリスクだと思うな。やっぱ大学入ってさ、決めるべきだと思うな、俺進路は。大学3年生で決めるべきだと思うわ。大学3年生まで進路なんか何も決めなくていいと思うわ。とりあえずいい大学入ることだけ目標にしてやっていけば。そういうやつがなんか俺人生成功してる気がする。普通だよな。まあ別にその人、その子供たちが決めたことだから俺がとやかく言う問題じゃないけど、俺が自分の息子娘だったら、いや、本当にもうお父さんのこと嫌いになってもいいからそこだけは信じてくれっつって。頭下げるわ。無数の犬に生きたまま襲われる豚。そうだな。それを、その豚を川上会長に見立ててな。後で見ようぜ。うん。